こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本株が急騰し、アジア全体が引き上げられたのに韓国だけ株価が下がりましたが、コスキ下半期の収益率がアジア最下位となりました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。コスピが2ヶ月以上もボックス圏にとどまっている中、現在まで下半期の収益率が主要国の代表株価指数の中で最も低いことが分かった。韓国取引所が発表したところによると、コスピは6月末の 3296.68 から9月には 3140.51 へと 156.17 ポイント下落した。下半期の上昇率はマイナス 4.74% だ。昨年末の 2873.47 から今年6月末の 3296.68 へと 423.21 ポイント上がり、4.73% の上昇率を見せたのと対比される格好だ。コスピの下半期の上昇率はグローバル主要7カ国 G7 代表指数と比べて最も低い。コスピを含めた G7 指数の下半期の平均上昇率は 2.15% で、上半期の平均上昇率 12.14% よりは低いが、コスピはこの平均にも及ばなかった。 G7 のうち6月末より指数が下落したのはドイツと英国だったが、これらの指数も下落幅はそれぞれ 0.26% と 1.05% 水準だ。イタリアが下半期に 12.61% の上昇率を見せたが、コスピは 17% ポイント以上の差がある。日本の日経指数も 5.93% 上昇した。米ナスダック指数やスタンダード&プアーズ S&P500 指数も 3.72% と 3.15% それぞれ上昇した。主要20カ国 G20 の代表指数と比べても下半期のコスピの上昇率は最下位圏だった。コスピより上昇率が低い国は南アフリカ共和国 -5.91% とブラジル -12.12% だけだ。それではネットの反応です。大統領がやっていることを見れば結果は自明だ。大韓民国は年金基金をなくしてこそ国が生きる。国民の金で空売りばかりしているのに株価が上がるか。空売りもあんなに称賛していたのに、これがお前たちが言っていた純機能なのか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。